現代アート不要論という,うことについてお話ししたいと思います。2024年の4月、新年度ですので、ちょっと今日はあの、いろいろ式典もございまして、ちょっとネクタイ姿のまんまお話をしますけれども、そのね、年度末の3月に、えー、現代アートをめぐっての展覧会が、関東の方でもう3つ同時でスタートした、 国立新美術館で行われているこちらの遠距離現在。それから国立西洋美術館っていうね、えっ、ー、と今まで本当にクラシックな西洋美術の展示を行い続けてきた西洋美術館が初めて日本の現代アートの作家たちを集めたこの現代アートの展覧会。ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となり得てきたかという展覧会。この二つの展示を見させていただきました。で ほぼ同時期にですね、横浜の方でも横浜トリエンナーレというのが3年ぶりに開催されまして、こちらも6月までやっております。現代アートの作家の作品を見るときにどう感じたらいいのかわからないということもあって、今日はこの現代アート不要論というタイトルを掲げてみました。決して現代アートが端的に今も必要がないと。 今の私たちの生活に現代アートというのが必要なのかどうか。僕自身実は、まあ現代アートをどちらかというとそんなに分かっていないというふうに思っている。今日ご紹介するのは3月の6日からね、国立新美術館。六本木と乃木坂の間にありますので、アメリカ関係の施設も多い。日本がこれからどうなっていくか分からないっていうね、あの、議論にも立たされている中でも重要な 場あ、でもございます。東京の六本木の、えー、そんなすぐ近くの新国立美術館で開催されました、遠距離現在というね。えー、まあ、これはもうタイトル完全に遠距離恋愛という言い回しの現在と恋愛が入れ替わっている状態なんですけど、ここ、まあ、3、4年パンデミックによって、まあ、いろいろな環境問題であるとか、あとは、 えっと、人々の移動。まあ一つは、こう、病気、えー、感染に関する、まあ危機意識、それから生命に対する危機意識みたいなのが強まりですね。まあ人々の交流関係が非常に制限されるという数年間があり、こ美術展というのは、大体基本的に短くても2年や3年の準備期間を置いて、えー、準備されるものだというのが一応スタンダードなわけです。 ここ数年の我々の現実世界に起こったものを端的にアーティストが敏感に感じ取って、それをアート表現、ね、芸術表現として、我々に投げかけていって、そ、うすることによって我々が何を感じるかっていうのが、まあ、アートの楽しみとして表現しているものなんですね。だから、そういう意味で言うと、これが成功しているのかどうか、この展覧会はどうなのかと、少しだけ作品見ていきましょう。 はい。これが遠距離現在です。ユニバーサルリモートって書いてますけれどもね。リモート社会みたいなのが結構はびこった数年間になったっていうことが何か現実生活に現れる我々の感情であるとか気持ち、それから現象を引き落としたっていうことをアートにいかに消化させるかっていうのがまあ、すごいわかりやすい取り組みなんですね。ですので、まあ、えー、っと、深く考えずにですね、 まあ、現代アートわからないなじゃなくて、この現展覧会はそういう意味で言うと、直接的な、えー、ここ数年の現象をアーティストがそのまま、えっ、ー、と、素材として送り出したっていうような印象が強い作品が多かったです。なので、ここで少し紹介しても、ある程度、スッとわかるんですね。 ね。だから、ちょっとそれを見ていきたいと思います。こちら最初に紹介するのは、え順番通りではないですけどね。入り口からの順番通りではないですが、中国のシュッピンという作家の、えー、作品です。えー、っと、このように映像作品、映像インスタレーションなんですね。ナレーションがあって、ずっと映像が映し出されるわけです。で、なんとなくこう、見たような映像だなとっていうのは、これ監視カメラの映像なんですね。で、監視カメラの映像がずっと連続して起こるわけです。 で、ちょっと前までに戻って見ていただいたらわかるのか、これは現れてないですから、からこの直後に、ここに、えっ、ー、と、四角くこう、ね、あの、マークされる状態。次のシーンなんかそうですけど、人の顔にこうマークされてる。こう、顔認識であるとか、象徴的にこの顔が並んでますけど、顔認識。こちらの方の顔は動いてない、生きてないものとして、えー、認識されないんですが、この動いてる顔を認識する。動いてる車を認識する。 えー、それからこれもそうですね。すごい円形の監視カメラが車を認知して何台あるか、どういう車が入ったか、あるいはナンバーまで監視するぐらいの、えー、監視カメラに覆われた世界が、この数年、この十数年かな、えー、と、社会にははびこっているんだと。顔を認識して誰かがわかる、個人が特定される。まあ、これを、えー、作った作家が中国出身、今ニューヨークと北京を拠点に活動しているという、 えー、1955年生まれ、その作家の作品です。我々はすでに何者か、カメラという、う得体の知れない機械に監視されている、世界に苦して暮らしているんだということを、この映像、インスタレーションで紹介しているわけです。それによって、これに、ここから何を感じるかなんですね。で、これ以上、僕はここに解釈を求める必要はなくてですね、 えと、まずこれが、えっ、ー、と、作品、いくつかの展示の中で、流れの中でこういうのが出てくるんです。次に紹介するのが、これは、えっ、ー、と、アメリカですね。アメリカの生まれの作家で、今、ベルリン拠点に活動されているエヴァン・ロスという、1978年ですので、えー、今40代ですかね。これ、ザーッと写真に囲まれた。これは、ネット上に出てくる様々な画像、動画、 それから、えー、アイコンみたいなのを徹底的に、えー、集めまくって、えー、採取していった部屋があるわけです。この部屋の中に入った時に、気持ち悪いなと思う反面、よく壁に近づくと何が書かれてあるんだろうと。あれ見てみたかったなっていうのもこの中に探し出せばあると。あるいは自分自身にものすごい近いシーンというか、関係のある画像を取り出せるかもしれない。 のめり込もうと思ったら、のめり込め込んでいけるわけですよ。でも、ざっと引いたときに、これはただの部屋の空間でしかないと。ね。そのときに、やっぱりゲゲッっていう気持ちになるわけですよ。今、我々はネット環境、えー、仮想空間の中で、えー、っと、ほぼ大半、インターネット上に操られて動,動いている、えー、感覚を支配されているっていう流れの中でいくと、この、 部屋の中に入った感覚っていうのは、紛れもなく、その感覚自体を、えー、どっかで自分自身は考え感じているのだと。そんな風に僕は思いました。さて皆さんはこの部屋に入った時どんな風に感じるか。楽しいな、綺麗だなって、ちょっと心躍るなって思うこともあります。でちょっとどんどん行きましょう。今50代にな,なったところの1974年生まれのアメリカのトレバー・バグレーンという、うん アメリカで、こちらもベルリンとニューヨークを拠点に、えー、活動する作家さんですけれども、こういう、ね、海の光景があるわけですね。これ何だろうと思ったわけです単なる海景を撮った写真なのかと。ね。キャプションで目を引いて、これをよく見てみようかなと思ってしまったわけですよ。あ米国家安全保障局が盗聴している光ファイバーケーブルの上陸地点。米国カリフォルニア州ポイント ありーなというのがこの写真なんです。つまり、この写真の、これも次そうですね。アメリカ国家安全保障局が登場しているヒカリカイバーケーブルの上陸地点というのが、こういう海岸沿いにあるわけです。この海のところにも通ってきてるわけですね。これ何を意味しているかというと、ね、我々今、さっきも言ったように、インターネットとか監視カメラとか、いろんなこう仮想空間上で、えー、全世界がつながっている状態です。 まるで、えっ、ー、と今、今 Wi-Fi であるとかインターネットで空の上、クラウドと呼ばれる空間で電波で来る、す、え、べ、ー、て電波網の中でつながっていると思われますが、実は、やっぱり、えっ、ー、と、別に空気上を強い電波が流れてるわけじゃなくて、海底に光ファイバーケーブルが通ってるわけなんですね。このように。ここです。ね。 だから、太平洋、大西洋、ねえー、もうインターネットが空の上で飛んでるわけではなくて、海底の光ケーブルを通してインターネットが上陸して、それからえと電波塔に発信され、そこからインターネットの回線が全国的に広がるということです。つまり、インターネットというのはまだまだこのアナログで、ですね海底にファイ光ファイバーケーブルが通ってるわけなんですね。それをそのまま映しているんです。 これもそうですね。深いファイバーケーブルが通っている。で、通っているっていうだけで、えー、写真があるんではなくて、えー、っと、それを、米国安全保障局が盗聴しているんですよ、と。だから、もう、か、完全にこの写真が説明的ではあるんですけれども、これ写真が何だろうと。もしキャプション読まない場合、綺麗な海岸線ですね、と。ちょっとぼやけてますが、とか。海底の、 なんか階層というか、あの地面を撮ったんでしょうか。なんか線が入ってるんでコードが走ってますねっていうふうにしか見えない写真なんですが、なんだろうっていうのはキャプションによってちょっと深めまで行くわけですよ。この写真そのものだけで表現してるわけではなくて、なんだろうと思わせてキャプションに行かせるっていう作用を生んでいるので、ちょっと説明的にはなっているんですが、この説明をおいて、えー、感じてもらわないと、 まあ、いけない状況が今、全世界的な状況では起こっているということ。20世紀を席巻したアメリカあ国家がですね、まあ、盗聴しているというか管理はしているんでしょうね。ケーブル線が切れていないかどうか。あるいはこの状況、ここにどれだけの情報が流れているかっていうことをちゃんと監視しておかなければ、えー、っと、世の中にインターネットは広がらないわけですか,から、ここに映し出したられた海岸線の ね、綺麗な光景の下を通っている、ケーブル、それをちゃんと監視して、えー、盗みと、情報を盗み取って、えー、ちゃんと管理しているっていうことも大事なんですよ、と。えー、言い方によってはそれを傍受し、蝶調,調しているということも言えるということを表現した、このトレーバーバグレンですね。ということです。インターネットはどこにでもあるのか、えー、ウェブ、 ウェブブラウザにもパソコンにつながる LAN ケーブルにもインターネットは存在しないと。先ほど僕が説明した通りのことですけど、同時にインターネットはどこにでも存在していて、我々の画面はいつでも世界中とつながっている。えー、求める情報が雲の上から降ってくるようだが、もちろんそんなことはないと、ね。空気中を飛んでるわけではないんです。地球の裏側にある物理的なサーバーからケーブルを伝って、えー、我々の元に届いているのだ。 普段それを意識しないだけなのであると。まあ、つまりこの写真を何だろうと思ってキャプションを読んでもらってそれを意識させるという公用を狙った作品ということです。これ以上に読み込んでいただいて感じていただくっていうのがそこから次のアートの領域ですから、ここまでは単なる物理的な説明なわけですね。ここまででアートが分かったというわけではないんです。ここから先なんです。アートが、なぜじゃあこれをアートでやったのかっていうことはやっぱり分からないって思って、 どんどん、えー、それを意識していただいた方がいいっていうのが、えー、まあ、読み解くアートなんですね。でね、このトレバー・パグレンさんはね、AI 作品を使った作品群を作っています。これは明らかに、まあ、この連結であるので、そこから呼び出されたクラウド上から、えー、のインターネットを使って AI が生成した作品っていうのを創出したっていうだけの話なんです。 これはそういう意味で言うと、ここまでのアーティストの作業としては、まだ単純かなと。これを並べることによって、ある意味少し成立してくるものがあると言っていいかなと思います。少しだけ見ましょう。実際にはこの AI 作品群かなり多めです。これは何が描かれているかわからないです。ね、もう、天使のような、女性のような、こういた人のような、ね。そこからこのキャプションに戻るんですね。そういう意味で言うとね。天使。 えー、コーパス、天国の領域。えー、敵対的に進化した幻覚っていうね。あのー、AI 芸術っていうのは何かワードであるとかキーワード、それからモチーフみたいなものの、まあこれ、これも言語なんですけど、基本的にはそれをコンピューターにか読み込んでいただいて、どんどん えっと、それが生成する画像というのを作家が、まあ、セレクトしていくというか、ディレクションしていくっていう作業の方法が、まあ、AI 芸術というか AI で絵画を創作していくっていうのの、まあ、わかりやすい言い方かなと思います。もっと今現在、えー、進行中のアーティストの方々はいろいろトライされてると思いますけど、現在例えば、えー、絵筆で絵を描くっていうような意味合いで言うと、 まあ、いわば、コンピューター上で、いわゆる、アイデアであるとか、言葉、それからモチーフになる言語の原型みたいなものを入力していって、言語を、あの、絵画を創作していく。これもそうですね。吸血鬼。えー、敵対的に進化した幻覚。こんな感じです。えっ、ー、と、軍人のいない戦争。ね。それから、タコ。敵対的に進化した幻覚。 ねまあ、そのようだなといえば、そのようだし、市の高速道路、敵対的に進化した幻覚。まあ、そのように見えるかもしれないし、ね、ちょっとこれはね、すべて見せるのはやめとこうかなと思います、あ。これは展覧会で見ていただきたい。で、えっ、ー、と、これね、えっ、ー、と、この展覧会、まあ一ついいのは、えー、写真を撮るっていうのにそんなに制限がないです。何か気になったなと思ったら、ぜひね、あのー、まあ、 スマホをですね、その写真の中に、写真を撮ってですね、キャプションを例えば撮って、えっ、ー、と、これがこれだっていうふうに、えっ、ー、と、吟味してもらってか、持って帰ってもらって、えっ、ー、と、それを、まあ、噛み砕くっていうのもいいかなと思います。それぐらいこの展覧会は、受けた人がどのように感じるか、その中でどういう作用が起こるかっていうところからがアートなので、 ある意味、作家は、えっ、ー、と、かなり鑑賞者に投げた形になっているっていうのではないかっていうのが、えー、っと、一つ批評ポイントなわけですよ。まだ甘いわけです。そういう意味で言うと。美術館の中で、開眼させるような驚きが欲しいなっていうのが、まあ、これ贅沢なアートの望みなんですよ、えー。僕はやっぱり、あ、現代アートは分からないっていう形で見ていただく人が大半だし、僕自身もその目で見ていますから、僕に、その開眼させる目を開かせてほしいわけですね。 現代アートというのは本当は何が力になるのか,るのかっていうのを本当に教えてほしいわけです。そのようにして期待して見に行っているア現代アートですので、ぜひともそこはですね、作家の方々、渾身の力を絞ってですね、美術館の中で衝撃を受けさせていただければと思います。もう一つ最後に紹介するのが、このように、まあ、部屋の写真がバーッと飾ってあるわけです。一発目にこの部屋に入った時に、 えー、この、まあ、言ったらインテリアの写真が並んであって、えー、何かが、えー、何かこう、同じような綺麗なインテリアですよ。生鮮とされたようなインテリア写真が並んでるなっていう雰囲気だったので、うーん、特に何もないかなと思う、思って、そんなにこの部屋は時間がかからないな、かなと思ったわけですよ。そしたら、えー、 まあまあ、それほど、それなりに時間がかかりましたこんな風な、えー、一枚を見つけたからです。ちょっと部屋の下が汚れてるわけ、わけですよ。この、ね、ベッドや、ベッドのが、ソファーベッドがちょっとぐしゃっとなって、ただのベッドの上であるとか、ソファーが転がった、デンマークのティナ・エングフォフという、うこれ1957年の生まれなんで、今60代の、アーティストですけれども、まあこういう写真を、 取り続けけたわけですねタイトルが、えー、心当たりあるご,ご親族へ、えー、男性1935年生まれ、自宅にて死去、2003年の3月2日に発見されたというのがこちらなんですね。えっ、ー、と、多くは語りません。身元不明の、まあ、孤独死というかですね、えー、その、それによって発見されたその、えー、遺体が、まあ、取り除かれた 部屋。で、まあ、そのままの状況ですね。そのままの状況の写真を、えー、徹底的に撮られたわけです。えっと、これもそうですね。さっきほど見せた。だから、最初に見たのがこれかな。これで、おやと思うわけです。血が流れてるわけですね。身元吹き受け人がいない形で亡くなった。ね。えー、まあ、だからですね。まあこうう、こういうふうに普通にひっそりとした写真もあるし、えー このように普通に綺麗なソファーの上というのもあるわけですね。はい。ね。まあ、これから何を感じるか、非常に孤独であるっていうのと、えー、ね。まあ、なんか、あのー、心当たりあるご親族へ、心当たりありますかもしかしたらご、ご自分自身もそうなる可能性だったわけです。で、 えっと、こういう部屋の写真をたくさん見せられて、何が楽しくて、何が悲しくて、こういう部屋の写真を見て、えー、私たちはアートを感じなければならないんだって、思う方もいらっしゃると思います。で、このように色目であるとかね、写真の、まるでか悲劇的じゃないものもあったり、このように、このような大きさでざーっと並べていくわけです。部屋に入った瞬間の感じを感じてください。異様だなっていう感じではないわけです。ホワイトキューブというね、この、 白壁の美術館の中に整然と並べ,並べられたこの、えー、インテリアの数々。人が、えー、存在しなくなった不在の、のまあ、冷静というかですね、そういうインテリアの写真が、えー、流れる中で何かを感じる、えー。ただ、ここまでは完全に極めて、えー、作家から、作家が素材をそのまま、えー、観客に受け渡した、えー、状態にしか過ぎないわけです。 作家の作業として何があるかというと、こういう写真、このポイントをね、この視点を見つけ出して徹底的にこれをコレクションし、撮影続けたっていうような、まあ、作家性があるだけであって、そんなに大きな、えー、ディレクションというかですね、改造、それなりの手を入れずに、そのまま素材を送り出している状態なので、ある意味やっぱり、えー、と解釈というか、作用は観客の方に委ねられているわけですね。このような作品が多いわけです。他にも、 様々ね、あの、あの、面白い作品もあります。現代アートがわからないっていう人は、ちょっとこういうダイレクトにいろんなものを投げかけられて、ドキッとするようなものを見てですね、個人個人が、えー、心の中で思ったことみたいなのを、どのように消化させてくれるのかというのが、まあ、一つの議題です。えっ、ー、と、そういう意味で、えっ、ー、と、極めてちょっと直接的すぎる。だから、 もう少し、えー、っと、何か工夫をしていただきたかったなっていうのが展覧会の希望です。このような展覧会を、えー、っと、適当に頻発するんじゃないっていう意味合いではなくてですね、どんどんしていただいて、どんどんみんなに見ていただけるように解放していってほしいんですね。ですので、こういう展覧会はできるだけ多くの人に、まあ、ほぼ安価で、 ね、あの、無料で、えー、解放するような取り組みをしてですね、その意見を取り組んで、人を多く入れて、何か別のものにつなげていただくとか、そういう考えで進めていただくなら、もう頻発して、ここに、えー、お金を使っていただいて、ね、国家予算的なお金を使っていただいて、えー、文化的な精神を変えていこうという取り組みを、ぜひ、アートはしていただきたいわけですよ。そういう意味で、僕はこの、 えーと、遠距離現在という展覧会を基本的には指示はいたします。ところが、展覧会でキュレーションされた作品や作家の、えー、と、まあ、アプローチに関しては、えー、と、そのまますぎるし、かなり観客に委ねすぎだと。ね。この委ねたところを観客がどう解釈して、えー、どのように生成させるかっていうことが、まだ日本には根付いていない。特に日本人の、えー、と、アートの感性には、 え、育っていない状況のところに育てるためにこういう放り投げをしたのか、ね、それぐらい強い意志を持ってこれを投げたのか、あるいはもっと先に何か違う狙いがあって最初の球としてこれを投げたのか、みたいなことがわかるように、え、まあ発言していただけたらなと思います。読み解くアート TV としては現代アートはわからないというスタンスでお送りした方がいいのではないかというふうに思っているんです。 現代アートっていうのは、まあ、いわば表現の、まあ、一番最先端でありますので、ね、えっ、ー、と、必ず、そのアーティストの目を超えて、受け手が、えー、それに関しても納得いくように、大手を振って拍手を受けるような、まあ、表現が成立しているものではなくて、新しい新規塾というかですね、えっ、ー、と、まだ見ぬ、う視点を提示してくれているものというのが圧倒的に多いのだと考えれば、 現代アートはまず分からなくて当然なんです。で、分かってしまってはもうすでに最先端の現代アートではなくて、ちょっとだけ遅く巻き戻しした数年遅れの、あるいは数十年遅れの、えー、現代というよりは近代アートなんだということの、まあ証でもあるわけですから、えっ、ー、と、それは分からないっていう方が現代アートなわけです、ね。 だからある意味で分からないという現代アートの方が本当は褒めているんだという逆説的な言い方もあるんですが単純に私自身もいろんな作品を目の前にした時に分かるか分からないかといえばえ瞬間的には分からないことの方が多いわけですよやはりその感覚の方が大事で現代アートを見る時にあれ何だこれと変な感じだなと。 えっと、これって芸術作品としてどうなのみたいな疑問点が起こるという方が、えっ、ー、と、現代アートの最初の言い口としてはとてもいいんだと。というわけで、えー、ね、次回は、次回は、別の回ではこちらも喋りますのでね、ね。ぜひ、チャンネル登録の方と高評価よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。